はい、こんにちは。日本改革党、くつざわです。三島小鉄様、小杖様、ご支援ありがとうございました。小杖様にはお手紙もいただきました。ありがたく頂戴して政治活動資金にさせていただきたいと思います。早いなぁと思うんですけれども、選挙開始、統一選、地方統一選、統一地方選、開始までもう10日ぐらいになっちゃいましたね。早いなぁ。私は今回当事者、立候補しませんので当事者ではないんですけれども、どんな順番で、みんなのとこ回ろうかなって考えております。維新と民民、ここぞとばかり小西のインチキ文書と猿蛮族発言、両面から叩き出しました。まあ選挙前だしタイミングもバッチリ死後なのかな。バッチリは死後なんでしょうか。維新、猿蛮族発言での処分が憲法審査会筆頭幹事更迭だけ、国会共闘凍結を継続する。なんかね、国会で一緒にやりましょうなんて言ってたの、なんかの表紙に凍結するってなってて、それを継続する。小西の処分が不満なんでいうことらしいですね。民民、高市大臣には議員辞職まで求めてたのに、小西の処分がそれだけでは引き合わないんでは、整合性が取れないんでは、党の信頼もなくなると言ってですね、批判しておりました。で、記事になっておりました。一般反応です。めちゃくちゃ大ごとになってて草野党の背中を打つのが維新の役割。小西を処分できるようじゃ立憲じゃない。小西を処分できないのが立憲の立憲たるゆえんと、委員のままなんてわけわからん。これね、憲法審査会の筆頭幹事は降りたけれども委員のまま、まあ、平委員のままそのまま参加継続だって、人特会年だって驚いちゃうね。相手を猿扱いした以上普通なら委員自体から外すわな。高市さんに辞任や辞職を要求したのに、小西は委員会の役職を下ろされただけ。身内に甘すぎる。官僚の信頼性を大いに失わせた。立憲に失うものなんてないから批判しても無駄。立憲の議員なんて議会の邪魔してるだけだしと。民民、出ないと党の信頼性なくなりますよ。そんなのとっくにないですよ。まるで今あるみたいじゃないですか。今立憲を支持する 3% はですね、ディープでハードコアでエモーショナルなパヨばっかりです。ほとんど信者と言ってもいいな。応援する合理性がある、人は支持者。まあこれ普通ですよね。合理性ないけど応援してる。これ信者あるいは共信者と定義したいんですけど、これで合ってますでしょうか。信者、例えば球場信者は、まあ論理的でないんだよ。合理的でないの。だから、信者って呼ばれちゃう。じゃないかな、私の定義ですけれどもね。今まではどんなめちゃくちゃなことを言ってもやってますね。テレビが報道しない自由で守って、クリスチャン生や立憲議員は、立憲執行部はですね、そのノリで、事件が忘れ去られるのをのんびり待ってんのかもしれないですけどね。あるいはですね、立憲にはまだまだ小西並みの石垣のり子、いや原口和弘、なんかこの人最近でもねえのかな、なんか変な陰謀論とか投稿しまくってんだってね。頭おかしくなったらしい。小西と同等のバカがたくさんいるんで、小西にきつい処分するとですね、そいつらも処分しなくちゃいけなくなるんで、身動き取れないのかもしれないな。今回小西はですね、テレビを裏切って拷問かましたから、そのまんま報道されてしまったんですよ。東京テレビ東京テレビ東京に会見をね、全部流されちゃったり、選挙前だし、ライバル政党の維新と民民は、まあ、攻撃するでしょうね。タイミングバッチリ。所詮ライバルだし、失うものがない立憲には、まだまだ野党第一党っていうブランドが、あるんですけど、まあ、最後の砦ですか。維新も喉から手が出るほど欲しがってるし、この称号をね、これ失ったら、野党第一党でなくなったら、立憲はですね、かつての社会党
今の社民党みたく消滅すんじゃないかっていう予想、テレビも新聞も取材にあんまし行かなくなって目立たなくなっちゃって、そうなるといいなぁ。だからといって維新も応援できないところがあるんですけれども、民民のですね、高市大臣議員辞職を求めといて小西が辞職しないのは引き合わないのではに対して、立憲のですね、女子大生バイヤー米山隆一さん、元新潟県知事、女子大生バイヤーというのですね、それがバレて知事辞めたからですね、全国民に責任を持つ閣僚に職責を果たさないとして辞任を求めることと、議員に党の役職や議員自体の辞職を求めることは全然違います。おやおや、高市さんには議員辞めろ、ただの人になれって、要求するのに、大臣辞任にすり替わってませんかな。すり替えてませんね、これ、一般判断です。いや、おかしいやろ、維新にも言われてるやん。まずは自分のパパ活について説明しなさい。他党に言われる前に処分すべきだったんですけどね。まるで閣僚以外の議員は国民に何の責任もないって聞こえるけど、あのゴミ文書で大臣の首を取ろうとしたことは無視かよ。議員辞職ぐらいさせないと立憲が持たないと思いますよ。インチキ文書で予算委員会を妨害罪、あんたらよその党に文句言ってる場合か。少しその許してほしい。これ女子大生バイヤーがバレた時の辞任のあの記者会見で、許してほしい。でこの人は小さい声で言ってたんですよね。この人もですね、何を言ってもですね、黙れハッピーって、これはハッピーメールっていうサイトで、やらかしたみたいで、ハッピー米山っていうのが二つなんなってますね。黙れハッピー、女子大生バイヤーのお前が言うな。で、状態でですね、まあ大爆笑なんですけれども、立憲はですね、人材総入れ替えでも敢行しない限り、支持率上向くことないでしょうね。どいつもこいつも、すねに傷持っててね、過去の言動がおかしいからね、どいつもこいつも。全国民に責任を持つ大臣辞任と一議員は違う。言ってますが、小西が要求したのは大臣辞任じゃなくて辞職ですからね。ただの人になれてたんですからね、小西はね。それにですね、大臣と議員は違うって言っちゃったら、議員は何してもいいんだって言ってるように聞こえますけどね。責任取らないんだったら何も言うなと。俺は何でも言うけど責任は取らないよって言うんだったら言う資格なくない？そんなのね、なんていうかな、義務は果たさないが権利はよこせみたいな、そんなことですよね。まあ何言っても責任取らない、そんなアンタッチャブルな貴族なんか許せませんよ。何言ってんだ。こういう人が知事でも、もしさ、新潟県ってすごいっすね。立憲が処分しなかったら、身内に甘いって言われて、さらに支持率下げるだけですね。まあそれでもいいんですけど、維新も大概だが、気違い揃いの立憲よりはまだボロが出てない方だもんね。維新はなんか議員になりたいんだっていう人、あんまし考えなしで、のんぽりに近いですわね、立憲よりは。赤く染まった、パヨってる立憲よりは、まあ、のんぽりに近いから、マシなのかな。野党第一党、維新がなった方がいいのかなーって思ったりなんかしてね。まあ、維新の中にも、大概なやつは、いますけれどもね。朝日新聞、5月1日から、朝刊夕刊セットを、4400円から4900円に値上げします。結構なもんだね。そうなると上がったなってなりますね。5000円かってなっちゃいますね。報道の質を維持するためです、ご理解を。ついでに愛知、岐阜、三重の3県で夕刊を廃止します。これですね、愛知、岐阜、三重は中日新聞が強くて、あれなんだって、太刀打ちできないんだって。一般判断です。バーカ。朝刊も廃止してくれませんか？ただでもいらねえよ、ゴミくず。軽減税率で優遇されてたのにこれか。紙の新聞なんかいらねえだろ。購読をやめる理由を与えてやるとは。優しい。潰れろっていう民意に従え。部数減、値上げ、部数減の無限ループ。
4900円もするのかな、3000ぐらいだと思ってました。そんだけやったら動画サブスク大手全部見れますね。D アニメからアマプラからネットフリックスから全部入れんじゃね。東京に来て10年以上経ちますけど、私、電車の中で朝日新聞広げてる人一度しか見たことないよ。一度しか。おーって驚いちゃったもんね。小柄なおばあさんでした。何回も繰り返し読んだらしくてヨレヨレになってました。ディープでハードコアなパヨのおばあさんなんでしょうけれども、これより上のですねパンクなパヨは赤旗読むのかな。パンクなパヨは赤旗、もう治療不可能な。値上げしないと報道の質が保てない。まるで今まで上質の報道してたような言い草。今までの報道、今やってる報道が質が高いとでも言いたいような言い草なんですけど、イヤングのですね、全くの嘘記事を7400本も製造しといて、よく言うわな。朝日もね、小西と同じで、自分絶対正義の幻想の中に生きてるんでしょうか。まあ、朝日もですね、なんか言うたび、なんかやるたびに、お前が言うな、お前にはやりたくない、っていうので、万能に返せますね。赤ちゃんのミルクが消費税 10% で、新聞がね、8% なのは、私許せないんですよ。大量の木材を必要として、環境破壊も、最たるもんだしね。SDGs のために、紙の新聞やめましょうとは、絶対言わないよね、こいつね。震災の時にですね、節電のためテレビ消しましょうって、絶対テレビが言わなかったのと同じです。NHK スクランブルデモもですね、ロングバージョンアップロードしましたけれども、NHK 本部前であんだけ騒いでおいて、なお全く報道しないって異常ですわ。気がつかないわけないもんね。ガードマンの数も増やしたし、NHK 経営委員会議事録でもですね、スクランブルデモが議題に上ったことはありません。意図的にですね、12人の委員から隠蔽してんでしょうね。会長以下執行部の連中がね、統一戦後もスクランブルデモは継続するつもりです。テレビがニュースにするまで続けるつもりです。皆様お付き合いください。TBS ニュース警視庁発表、ガーシー容疑者のツイキャスト TikTok アカウント凍結を運営会社に要請した、だそうであります。一般反応です。犯罪幇助になっちゃうからな。それらを用いて罪を犯したから仕方ないね。警察は有罪の確信があるから凍結要請できたんだな。それよりオンサロ赤潰さないと、オンラインサロンのアカウント潰さないと、今これが収入源のメインになってるみたいですね。アクセスできないようにして証拠隠滅させないという意味もある。なるほど。TikTok って中国だろ、言うこと聞くのか。アリババだって、アリババが運営してるみたいですよ。ガーシー逮捕の今後の流れ、4月13日までに旅券返納命令、素直に返しに来ればそこで逮捕と。命令無視したら旅券執行だが、すでにドバイでですね、10年いられる投資家向けのビザを持ったって取ったっていう噂あります。ただしそのビザはですね、毎年9000万円納めないといけないんだって。政府に、稼ぎ続けるのが大変そうですね。オンラインサロン会員も逃亡資金を提供するしているっていうことで、逃亡幇助で罪に問われる可能性出てきました。これはお知り合いにまあいないとは思いますけれども、私の動画なんか見てる人はそんな人いないと思いますけれども、お知り合いにガーシーのオンサロ会員がいる人、いないと思いますけれども、もしいたら逃亡幇助で捕まっかもよ、会員続けてたらで、教えてあげてください。国外にいたらですね、時効は停止します。これ旅券法違反でですね、最大懲役5年が加算されるし、どう考えても素直に捕まってですね、常習的脅迫でしたっけ、日本の快適な刑務所に2、3年いた方が、あれなんだよね、これ。どう考えても、日本に戻ってきた方が、
得なんですけどね、国際指名手配でクレカと銀行口座凍結されますけれども、まあまあ他人名義のとかで使えんのかな、そこは困んねえのかなって思ったりして、日本でも暴力団員はクレカとか銀行口座持てませんけれども、結構ね他人名義の使ってて、あまし困ってねえみたいしね。ここで逃がしたらですね、容疑者になっても罪を犯してもドバイに逃げれば大丈夫、金さえあればで、それが流行っちゃう、そういうムーブになっちゃうので、警視庁にはぜひ頑張って、もらいたいと思います。というわけで、メール当院様大募集であります。動画説明欄もっと見るをクリックして、そちらからご登録お願いします。よろしくお願いします。デトックスジャパン。